東京都世田谷区世田2丁目付近内回り東京都杉並区高井戸駅より外回り東京都道311号環状8号線は東京都大田区羽田空港から世田谷区杉並区練馬区板橋区を経由して東京都北区赤羽に至る環状の都道路線名は都市計画道路事業名である東京都市計画道路幹線街路環状大8号線に由来する カンパチ通り、カンパチの通称で呼ばれる。起点付近に、羽田空港があり、第三京浜、東名高速道路、中央自動車道の起点インターと接続し、笹目通り及び目白通り経由で、関越自動車道とも接続している。また、国道20号、国道246号といった、主要一般道路とも交差している。 早朝から深夜まで終日交通量が非常に多く、一般に東京23区の道路は日曜、祝日の交通量は少ないが、環八は日曜、祝日、深夜も渋滞が発生する。国道20号と交差する高井戸周辺や国道246号と交差する瀬田周辺は、 交通容量不足から慢性的な渋滞箇所となっている毎週土曜22時から翌日曜7時まで大田区の田園調布警察署前交差点から杉並区の四面道交差点まで大型貨物自動車の通行が禁止される。ただし、規制区間を横断することは可能である。高井戸 IC からは中央自動車道に入れないため環状8号線から中央自動車道に入るためには 上高井と一丁目交差点で、甲州街道に入り、調布インターチェンジまで行く必要がある。都道、環状8号線の路線認定上の起点は、大田区羽田空港3丁目であるが、道路区域の起点は、穴森橋比が沈めである。湾岸道路交点から、羽田空港トンネルを抜けて、国際貨物ターミナル付近までは、国道357号の指定区間として、 国土交通省関東地方整備局、東京国道事務所が国際貨物ターミナル付近から穴森橋東詰までは東京国際空港の構内道路として国土交通省東京航空局、東京空港事務所がそれぞれ管理している。初期構想は旧東京市が1927年に発表した大東京道路網計画に含まれていたもので当初から 現在の東京23区の西側半周のみを結ぶ計画であった。しかし、本格着工されぬまま、ところどころルート上の既存の道路を環状道路に指定した程度で、戦時体制に入ったため計画は一旦凍結された。戦後の1946年3月、潜災地復興計画方針において、都市計画決定されたが、接待交差点を挟む。 わずかな区間の既存の道路が拡幅された程度で、本格着工は10年後の1956年だが、同時期に構想、計画された環状7号線や産業道路が1964年の東京オリンピック関連工事とされて速やかに着工されたのに比べると、当時の沿線は未だ高速道路は、愚か玉川を渡る橋さえも少なく、交通需要が小さかったため、後回しとなった。 1965年に第3京浜道路が開通し、瀬田交差点から玉川 IC までが重複区間とされた頃から沿線が急速に住宅地化されて自家用車が普及し、交通需要が急増した。さらに、以降次々に開通する東名高速道路、中央自動車道、東京川越道路の各起点を渋滞が激しく、 線形も悪い首都高速道路に代わって短絡するルートとなり、大型車をはじめとする通過需要も加わったため、整備が急がれることになったが、過密化した土地利用と急上昇した地下に対して、用地取得は進まず、全線開通は遅れることとなった。また、1970年代には、地域住民から道路の構造を人間優先にするよう要求があり、 小木久保井北では片側3車線から2車線へ、車線数が減らされるなど、区間によって車線数が異なり渋滞が生じるきっかけにもなった。最後まで残ったのは、練馬区のヨ木トンネルから目白通り間と、練馬区の川越街道から、板橋区のカンパチ高速化交差点までの区間で、2006年5月28日に、共用が開始された。 全線開通は戦後の正式な計画決定からも60年かかったことになる。なお、全線開通記念式典で東京都知事の石原慎太郎は50年かかったと発言している。この間の走行費はおよそ5000億円であったと言われる。この区間が開通するまでは、笹目通りや高島通りが環八通りの役割を果たしており、一部の道路地図上では、 笹目通りのうち、東京、埼玉の都県境から、南側が、関八通りという表記をされていた。練馬中央立橋、目白通りとの交点。伊ンギトンネル外回り分岐部練馬トンネル外回り、北町若木トンネル外回り最高速度は、おおむね時速 60km。大田区内は、時速 50km であったが、最高速度規制の見直しにより、 法定速度に見直された。以下の区間も都道311号線に指定されている。補助126号線放射35号線、橋梁トンネル周辺には東京国際空港などがある。本線支線管7と比べ、道路と駅の隣接率が低い、鉄道路線との並行区間が多いことなどが特徴である。因は道路建設当時に高架化された鉄道。 玉城八雲は東京の西側の環状8号線の沿線の上空で形成される積雲列のことで主に夏の午後に見られる。玉城八雲の形成要因として海陸風とヒートアイランドが挙げられる。環状8号線の沿線では東京湾からの南南東の海風と相模湾からの南南西の海風が収束するが収束帯において 上昇気流が発生することにより雲が形成される。また、ヒートアイランドの発生は上昇気流により形成される雲の量を増加させる。なお、かつては自動車の排気ガスにより玉木や雲が形成されたという説があった。また、玉木や雲とゲリラン豪雨との関係性については科学的根拠はないとされる。ありがとうございます。